こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は希望っていうものを自分で沸かせていくっていうことについてお話ししていきたいと思います。で、希望っていうのは何か、根本的な解決策っていうものが悩みに対してなかったとしても、まあどうにかなるだろう。で、その根本的な解決策や現実的で冷静な対処っていうものが浮かんでくるのを待つ力っていうものをこう発動させていくと、人間ってね、困難に立ち向かうストレス耐性がこうできてくるんですね。ちょっと抽象的な話で分かりにくいと思うので、例えて言うなら、今目下のところ解決策見つかんない問題、まあ誰かと喧嘩しちゃったって、でも謝るのも嫌だなって、謝るのは嫌だし、謝ったところで多分許してもらえないだろうし、謝る気もない、うわーって葛藤ですよね。でも喧嘩しているこの状態がとても不愉快で、しかもこの喧嘩した状態だと、例えばご夫婦であったりすると家庭内が暗くなる、子供たちに悪影響を及ぼすかも、いろんなことが手詰まりだ。でも謝りたくない、子供のことを気遣えない自分はダメだって、そこで自己批判に移ってしまうのかっていうところで、今言った待つ力っていうものを発動できるかが決まってくるんです。ここで自己批判したとするでしょう。じゃあ自分なら男性なので、いい父親やいい夫ではなく、しかも子供に気を使えないなっていうような自分を責める言葉を自分にかけた時、さあセルフコンパッションで今までやってきた脅威システムっていうものがとっても刺激されます。脅威システムが刺激されるとどうなるか、答えを探さないとって、どんどんモチベートばっかりが上がるんでしたね。で、一時的に答え見つかったと思ったらドーパミン出て快感ってなるんだけど、それですぐにズンって落ちていく。なぜならその答えは継続しないから。例えばその夫婦関係についての本を読んでみた、おお、これはうまくいきそうだ、なんかやりたくないってなった途端にドンと落ちるんですね。うまくいきそうだの時にいっぱいダーッと上がっていかないなと思った途端に下がる。これはとても不安定で自信を傷つけてくる態度でした。じゃあそもそもどこで間違ったんだろう。夫婦喧嘩をしてしまうこと自体にいい悪いとかいうことがなくて、いわゆるその悩みの発生っていうのは人生で避けられないことじゃないですか。だからそこで自分を責めたっていうこの分岐点、ここです。ここで自分を責める方向に移ったことによって、実はこの脳の中に辺縁系っていうところあるんです。言葉はどうでもいいんですが、そこにお前はダメだっていう風な命令出しちゃうと、それにふさわしい感情とか体の反応が起こってくるんですよ。そうなるとここで自己批判した時点でもビヤンと出てくるものが不安とか抑うつとか、まあ、今回で言えば答えを探しに行こうとする、脅威システムが刺激されたら何とかしないとって思っちゃう、解決策だけ探す、そんな反応が出てくるわけですね。で、これどういう意味っていう方のために言うと、食事したいな、お腹空いたなって思った時に食べ物想像するとお腹もっと空いてくるじゃないですか。で、よだれが出てきたり胃が動いたりして、要は体がこう何か食べるぞっていう準備運動をこう始めるわけですよ。で、過去にじゃあいじめられたことがあるとか、怖い顔で睨まれて萎縮したっていう思いがある人は、今そのいじめてきた人とか怖い顔した人とか全然関係ない人と対峙してる時も、なんか怖い顔とかそのいじめられた時のフレーズとかを言われたら、またここで、不安のシステムが刺激されて抑うつとか不安がぐーっと湧いてくる。過去のことっていうのは頭で分かってて、この人じゃないって分かってんのになんでしんどいのっていうのは、この偏見系が、いるわけです。で、悪さばっかりするわけじゃなくて、自分が声をかけた、不安に思った、その命令にふさわしいものを出してくるんですね。ということは自己批判をするかどうか一応選択できるじゃないですか。自分にかける言葉っていうのは意思の力で変えられるわけです。で、ここを分かっちゃいるけどって言わずにもう変えていく、この決断が結構必要になってきます。でね、誤解しないでください。ポジティブに、じゃあ、奥さんにとってこんな素晴らしい自分なんだとかいうふうに自分を無理やり褒めろとか、そんなことを言ってるわけじゃないんですね。必要なのは何もポジティブとか言われるものではなくって、落ち着きとか冷静さとか待つ力なんですよ。今目下のところどうしようもなくても、ほっといても細胞分裂いっぱい繰り返して機嫌治ったりするんですよ。で、それは相手の方が先に治るかもしれないんですよ。子供に悪影響かもしれないけれども、本当に悪かどうかは子供にしか分かんないし、その第三の道っていうものは待たないと、今の脅威システムとか不安な
システムがガン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 刺激されてたらもうその反応しか出てこないから、一旦それを取っ払って待たないといけない。じゃあどんな言葉がけをしていくかっていうことなんですけれども、ここですね、とっても大事なエンドルフィン出てくるよって、リラックス物質が出てくるよっていうのは、親しみとかぬくもりを感じるとセルフコンパッション的に落ち着きや冷静さを取り戻す、幸福感が出てくる。じゃあ親しみやぬくもりっていうものを感じられる言葉を自分にかけていくんですね。これは人によって異なってきますけど、少なくとも明るく元気でいようとか、例えば自分なりに考えている完璧なやつでいようとか、じゃあ帰ってきて家事もこなしてイクメンであろう、素晴らしい夫であろう、そんなんじゃないでしょ、ないでしょ。今疲れてるなら、あ疲れてるね、お疲れさん自分って言ってあげるところじゃないでしょうか。でこれって別にね、3秒あればできるわけですじゃないですか。お疲れさん自分って、あよくやった疲れた、こんなことで疲れるってどうよ、この先どうなんねんじゃなくて、疲れたって言いたくなるぐらい、あ今日も一日やってきたんやなって、お疲れさん。僕はこのお疲れさんっていう言葉が結構好き。無理にこれだけ頑張ったとか頑張ったリストとか作ろうとすると胸がキュッと締まるんですよね。なんか違うなって思って、ポジティブすぎなくていいんですよ。でもその頑張ったねっていうのが嬉しい人はそれでも全然いいんですけど、どっちかっていうとそのプラスを求めるよりはありのままなんですよ。だから頑張ったねっていうよりは、例えば今日セッション何本こなしたねだけでいいんですね。そのジャッジはいらない。ジャッジしようとするとどうしてもここら辺に住んでるなんか過去の規範意識っていうのかな、先生とか両親とかなんかそういったなんか監督者みたいなのがどうしても出てくるので、今必要なのは監督者じゃなくて養育者。だから今日は3つセッションこなしたねとか、総勢6時間もセッションしたねとか、なんかそれだけでいいんですよ。もうそこを頑張ってねとかいらない。それを言ってあげると、今これ言ってるだけでもちょっとやっぱこの胃のあたりがブワーっと、ああ気持ちいいってなってきました。 YouTube 撮ってるねえらいね、すいません、何ヘラヘラしてるって話ですね。でもやっぱり今口元緩んだんですよ。だから自己啓発とかね、よく僕このチャンネルで自己啓発を目の敵にしてるわけじゃなくて、今のあなたに必要なのは自己啓発じゃないって思ってて、そのいわゆるアファメーションと言われるね、朝起きてもうなんか、なんか月何百万円稼いでる自分を毎日想像して、それを声に出して、でその何百万円はどういうふうに使うのかとか、どういうお金の使い方なの、全部自分に必要なものを唱えて、それはちょっと置いといて、今現在自分が何をしてきてどんな状態なのかっていうのをそのまま言ってあげることが親しみやぬくもりなんですよ。なぜそうなるかっていうと、はい、またこのチャンネルおなじみ愛の公式です。愛情っていうのは知ることと興味を持つことなんですよ。今あなたは外に答えを求めようとしていると思うんです。だからこそ YouTube も見てくださってる。で、外に答えを求めようとしてるとき、あっこの動画は例えば自分のことを言ってくれてる、嬉しいな、一瞬思ってくださる。で、そのままでもその動画の内容っていうのをちゃんと実践してない限りはまた落ちるんですね。で、また新たな答えを探しに行く、そのループになっちゃうんですよ。ということは、自分に対して親しみぬくもりを感じる愛情を持つために自分のことを知るっていうことは、無理やり褒めるんじゃなくて、今日何してきたのっていうふうに聞いてあげるような感じ。こうやって幼稚園の子に、今日幼稚園で何してきたの？給食何食べたの？それ美味しかった？それ美味しくなかった？あ、そう美味しくなかったの？そのまま伝え返すだけでいいんですね。で、その子が美味しかったっていうものがあれば、その美味しかったものをじゃあ今度作ってあげようかな、興味を持って掘り下げてあげる、これを自分にしていくんですね。意外とやってないんですよこれ、みんな。で、結構勘違いされて、佐々木さんなんかこれやろうとした胸が詰まる、なんかしんどくなるっていう人がいる、どんな言葉かけたんですか？頑張ったねって言いました。違う、ポジティブすぎる、いらないんです、そんなポジティブは。それはどうしても監督者が言ってくる言葉だから。だから自分に横から寄り添って親しみを持った気持ちで、何をしてきたの？今日君はどういう気持ちなの？あ、疲れてるんだね。あ、そうなんだね。なんで疲れたの？ってまた聞いてあげる。こんなことがあってさーっていう感じで、そういえば朝起きた時からメール返して、精神集中のためにヨガやって、苦手な瞑想に取り組んで勉強して、セッションして YouTube 撮って、ああ快感っていう感じです。
それに対してのジャッジや感想っていうのを持とうとすると、また偏見系の中で脅威システムとか不安なシステムとかが刺激されて違う体の反応が出てくる。だから今自分がやってきたこと、そのままありのままの姿を言ってあげる、それだけで結構です。そうするとちょっとほっとして、そのほっとした期間が長ければ長いほど、おそらくあなたが望んでいるであろう根本的解決とかいうのは内側からひらめいてくるんですね。だって当たり前なんですよね。だってね、あなたの育ってきた今やっている全ての環境とか見てきたものっていうのを考慮できるのはあなたしかいないわけです。なので外側に唯一無二の答えを求めていても、それは手に入りません。じゃあお前なんで YouTube 撮ってんだっていうと、こういうことを伝えたいんですよ。あなたの中に答えがあって、でそれを引き出していく方法っていうのはセルフコンパッションっていう形であったり、あなたを知ってほしい、興味を、自分に興味を持ってほしいっていうので、例えば AC とか愛着障害の分類とかやったり、心の仕組みとか説明したり、それもいろんな角度で説明したりして、イメージ的なもの、論理的なもの、どれがあなたに合うんだろうっていうのを自分で探ってみてほしいんですね。っていうような感じで、この偏見系というやつがいてですね、自分への言葉がけで体の反応を決めてくるんだっていうことを知っておくと、言葉がけっていうのは自分の意思でどうにかなるものだから、ちょっと取り組んでみてよっていうような、勢いで、今日はこんな紹介をしてみました。で、ちょっと最後緩和休題ですが、この偏見系っていうものに行くまでに、じゃあ例えばさっき頑張ったねって言って養育者が邪魔してくるから胸が詰まるって言ったじゃないですか。実はストレートに偏見系に行く前に、ここら辺に養育者がおる、あ、養育者じゃない、監督者がおるんですよ。じゃあストレートに偏見系に行く方法っていうのがあって、実は香りなんですね。嗅覚、嗅覚っていうのはストレートにここに働きかけてくれるので、なんか自分が好きな香りとかいうのは理屈抜きでふってで、その代わりネガティブなことを思い出す香りとかだとダイレクトに思い出しちゃうので、劇薬にもなっちゃいますんでね。好きな香りがある人っていうのはぜひぜひ、何でもいいじゃないですか。エッセンシャルオイルでもお香でも何でもいいので、なんかね、料理の香りでもいいので、ちょっとこう香りでね、自分の気分っていうものを和らげるっていうのも有効かもしれません。はい、では今回は以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。